なんだろう、あとね、ラミ、あの革製品も結構好きなんですよ。この革の最初、革ってこのヌメ革、白い感じじゃないですか。それがあのだん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 この色が持っていくと馴染んで変わっていくじゃないですか。その革が変わっていく感じとかもすっごい好きで、そう、ブックカバーとか、そうそうそう、お財布とか、あとなんか結構ラミンで持ってるものはその革を育てたいっていう意味で、そのそうエイジング、そう革を持ってます。革製品が好きです。うん、なんかこの一緒にいる感じがするじゃないですか。こう、ま、ちょっとなんていうか、まあかわいそうな感じはしますけど、でもこのなんだろう、一緒に今まで生きてきた感じがする。雪民の革財布、革製品。そう、あ、まあでも究極なんかこのいいと思います、いいと思います。ちょっと今のごめんなさい、ちょっとやめときましょう。うん、あのいや、なんて言うんですか。いや、川っていいじゃないですか。記念グッズ革製品にしたら結構高くなっちゃいますよ。メタルギアであるんですか、そういうのが。
ラミちゃんもやってるってマジやってないですよ。ライオンの皮って好きですか？ライオンの皮？どういうことですかそれは。まあ、ちょっとこの話はやめておきましょう。なんか、なんだろう、この指おかしい。この指がおかしい。うん。指。これでいいか。指。皆さんはどうするんですか？何くれるんですか？コロネ先輩は指じゃないですか？ラミーには何くれるんですか？耳？目ですか？アイ？耳でどうか酒？魂あげる？本当ですか？でもラミー的には何が一番欲しいかと言われればやっぱ皮？何がでしょう、あえて何が一番欲しいのかと言われれば、ラミー前に皮が好きだっていう話をしたじゃないですか。皮製品、何が一番欲しいかと問われれば皆さんの皮ですかね。皮をブックカバーとかにしたりとか、スマートフォンケースにしたりとか、バッグにしたりとか。いいじゃないですか。いつでも一緒ですよ。いや、違いますよ。あえてです。何が欲しいかと問われればという話です。それがどうとかではなく、あえて、どれが欲しいかと問われれば、皮という話。うん。切り抜かれる。困ります。今のところ切り抜き禁止です。切り抜きはダメです。皮どうぞ。いや違います。今のは言葉のあやです。ラミーが欲しいとか言ったわけではない。あ、言ったか。言ったけれども、言いましたね。うん。すいません。今のはちょっと。嘘つきでしたね。ごめんなさい。言いましたけど、でも、まあ言いましたね。